はい、こんにちは。今回なんですけど、久しぶりにね、キノコに関するお話をしようかなと思います。なんで今回キノコの動画を撮ろうかなって思ったのは、キノコの報酬システムが6月からね、変わったんですよ。本当はね、6月からちょっと動画撮ろうかなって思ってたんですけど、まあ7月の花が追加されてから作った方がね、分かりやすいかなと思って、まあ保留にしてたんですよ。で、今回ね、7月にユリが追加されたことによって、より分かりやすい動画になったかなと思って、まあ、ようやく作ることができております。で、今回の動画は、結果的にはね、作ってみた感じですと、キノコに関する総まとめ動画になったんで、まあ、長い動画にはなると思うんですけど、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。皆さん、まず、キノコを叩こうと思った時に、何を考えながらね、そのキノコを選んでるでしょうか。まあ、もしかしたらね、何も考えずに適当に叩いているという方も多くはいると思うんですけど、まあ自分もね、言ってもめんどくさいなって思った日には適当にキノコを叩いてしまうんですけれども、まあそれはちょっと一旦置いといて、多くの人がね、基準にしているのってね、やっぱクリアランクだと思うんですよ。まあクリアランクっていうのは、まあ、小さいキノコで星4を取れるならとかね、普通のキノコで星3を取れるならとか、まあ、報酬の豪華さを基準にね、選んでいるんじゃないかなって思うんですけれども、ただね、これからはね、報酬の豪華さ以外にも、今後はね、どのエキスが欲しいかをね、基準にしながら遊ぶこともね、大事になってくるかもしれないよという話もね、していこうかなと思います。それではね、まず最初の話になるんですけど、まあ、ここからはね、今までやってきた動画の復習編ですね。まずね、キノコを叩く基準をクリアランク、まあ今までの基準でちょっと考えてみましょうかね。クリアランクというのは、まあ簡単に、まあ小さいキノコ、まあ簡単キノコで星4が取れるかとか、普通のキノコで星3が取れるかとか、まあキノコのクリアランク、まあ良い成績が取りやすいかどうかっていう話になってくるんですけど、このクリアランクを基準に考えると、キノコの難易度ってピクミンのお仕事力の高さによって変わってきます。まあ、まさにこんな感じの表になってきますね。岩ピクミンや紫ピクミンは、まあ戦いが得意ということでね。一方ね、羽ピクミンや白ピクミンは戦いが苦手で、まあその分ね、キノコチャレンジが苦手ということになってくるんですけれども、まあその分ね、お使いを終わらせるスピードはとても速いです。そのため、キノコの難易度も、岩ピクミンとか紫ピクミンの特攻の対象である、グレーや紫のキノコが簡単ということになってきます。で、ここでいう特攻っていうのは、キノコの色とピクミンの色が一緒だと、ピクミンの素のお仕事力にプラスして、お仕事力にね、さらにボーナスが入り、より早くね、キノコを壊せるようになるというものですね。例えばグレーのキノコがあったら、岩ピクミンを使うと良いという話です。ただしね、ここで茶色のキノコをね、隔離としているのは、まあ1個前の画像になるんですけど、この隔離ってやっているのは、茶色のキノコには特攻のピクミンがいないんですよ。だからどのピクミンを使っても、さっき言ったね、特攻のボーナスが入りません。そのため素の仕事力で何とかしなくちゃいけないから、もともと素の仕事力の高い岩ピクミンとか紫ピクミンを使うと良いです。で、特攻が入らないイコール、単純にクリア難易度がね、非常に高くなるということなんで、まあ、ソロでやるのはね、非常に、まあ、おすすめはちょっとできないかな、とても難しいチャレンジとなってきます。で、ここで余談なんですけど、お仕事力の高いピクミンについて軽く触れておきますと、とにかくデコピクミンを使うこと、これが一番大事になってきます。仲良し度も大事なんですけど、デコピクミンであるかの方が大事なんですよ。仮に仲良し度が4だけどデコじゃないピクミンよりも、仲良し度が1だけどデコピクミンになっているピクミンの方が強いことがね、よくあります。だ、とにかくデコピクミンを使ってください。さらにお仕事力を高めるのであれば、ピクミンにね、花を咲かせてみましょう。花はね、普通の花を咲かせると少しだけボーナスが入りまして、さらにね、普通の花でない花を咲かせる、例えばね、バラとかパンジーとか、まあ、椿とかね、何でもいいんですけど、普通の花以外のものを咲かせるとさらにボーナスが入ります。で、バラやパンジーとかね、椿みたいな、その普通の花以外の花に関してはちょっと序列とかがないんで、どの花をあげても強さは一定、全く同じです。この椿をあげると強くなるとか、バラをあげると強くなるとか、まあ、そういうことはないんで、全部同じ数値になるんで、まあ、そこはね、知っていただければと思います。逆にね、ピクミンを坊主の状態にするとお仕事力が下がるんで、ここも注意点ですね。
つまり最も強いピクミンを作るにはデコピクミンかつ仲良し度が4かつピクミンに普通の花でない花を咲かせている、この3つの条件を満たしている必要があるということになってきます。そしてね、次の段階のお話になるんですけど、キノコで良いスコアを出すためにはどれぐらいのお仕事力が必要かという話になってきます。上の表はソロでね、簡単キノコで保身を取るための必要なお仕事力をまとめた表になってきます。まあ、どれもね、そんなに数字見たらあんま変わらないように見えるんですけれども、紫とか岩みたいな素のお仕事力が高いピクミンであれば簡単にこの561に到達できるんですよ。実は逆にお仕事力の低いね、羽ピクミンとかで567を超えるってね、かなり大変なんですよ。おそらくレベルが60ぐらいになってないと厳しいんで、ちなみにね、簡単なキノコで保身を取りますと大きいフルーツが2つもらえるため非常に美味しいです。さらにね、戦いがすぐに終わるというのもね、個人的には非常に魅力的だなと思っています。ちなみにソロ討伐で茶色のキノコで保身を取るのは、まあ、ゲームの設定上不可能になっております。また普通のキノコで星3を取るためのお仕事力もまとめておきました。報酬の内容はね、簡単キノコで星4を取るのと全く同じ、まあ、大きなフルーツが2個もらえるということなんですけども、まあ、難易度的にはこっちの方が難しいんですよ。730超えなきゃいけないから、普通のキノコで星3を取るのは大変なんですけれども、まあ、ある程度戦力が揃っていれば届くかなといったラインになってきます。特に黄色とか赤とか青とかはお仕事力730を超えさせるのはね、おそらくレベルがそれこそ60くらいないと難しくなってくるのかなと思います。大きなフルーツを2個単純に獲得したいのであれば、普通のキノコを探すよりもね、簡単キノコを探す方がまあコスパがいいというかね、まあ楽にクリアができるんで、まあ、個人的にはそっちの方がおすすめできるかなと思います。でこちらも以前作った表なんですけれども、キノコの報酬をね、こんな風にまとめてみました。どうでしょうか。こちらね、ソロでやれるラインは文字背景が黄色になっているところ、まあ、簡単キノコのこれ星4、まあ、大きなフルーツ ×2 ってなっているところがそうなんですけど、まあ、ここまでですね、大きなフルーツ ×2 個となっているところが、まあ、ソロでやれる限界ギリギリのラインになっておりまして、まあ、この表を見ていただくとね、大きなキノコであっても星2までは取ることはできます。一応でこちら大きなキノコで星2を取っても、まあ大きなフルーツが2個もらえるということで、まあ、ソロでやれる限界のラインはここまでになってきまして、背景のね、文字が赤くなっているところと黒くなっているところはソロではね、クリアが不可能な設定となっているライン、まあ、普通のキノコの星4クリア、大きなキノコの星3と星4クリアはソロでは不可能になっております。一応ですけど、普通のキノコで星4とか大きなキノコで星3を取るための情報も載せていこうかなと思います。この話はソロ向けの話ではなくて、複数人でキノコを叩くことを前提としています。でここの表のタイトルにもある通り、まあ、非常に分かりやすくどのキノコにも共通しているんですけれども、キノコの参加者の合計のお仕事力が2000を超えていれば OK で、ただしね、参加者が一斉のせでね、全く同じタイミングでキノコチャレンジをスタートさせる必要があります。ここは本当に注意してください。仮にフレンドさんと一緒にキノコチャレンジをやるんであれば、必ずみんな同じタイミングでスタートしてください。勝手に一人で入るとかやってはいけません。ここでもね、最も簡単なのがやっぱりね、紫とグレーのキノコでして、ソロで出せるね、最大のお仕事力っていうのが紫ピクミンと岩ピクミンを使うと1077になるんですよ。つまりね、こちら1077になるんだったら、理論上2人いればね、簡単に2000を超えることができます。一方ね、赤とか青とかね、黄色を使うと、まあ、902が打ち止めなんですよ。で白とか羽を使うと727で打ち止めになってしまうんで、2人ですとね、お仕事力2000の壁を超えることができないんですよ。だからどうしてもね、3人以上はいないとクリアは不可能になってきます。だからこれらのキノコを叩くときは必ず3人必要になってきます。ちょっと省略してしまったんですけど、この普通のキノコで星4を取れるには2000必要と言ったんですけど、こちら大きなキノコで星3を取るためにもスコアが合計で2000必要になってきます。こちら大きなキノコでもこの表は使えるんで、ぜひともね、活用してください。でここで注意なのは、普通のキノコの星4と大きなキノコの星3ではね、報酬の内容が違うんですよ。
チャレンジの難易度がね同じなのにもかかわらず報酬の内容が異なってきまして、普通のキノコで星4の報酬だとスペシャルエキスと大きな苗がねもらえるんですよ。ここに見えているレアなフルーツの他にもそれらがおまけなのかな、まあついてくるんで非常に豪華ではあるんですけれども、大きなキノコになるとね、なんとねスペシャルエキスと大きな苗は報酬から除外されてしまってレアなフルーツのみの報酬になります。つまりね、報酬の美味しさだけで言えば普通のキノコで星4を取る方がはるかに美味しいです。難易度が全く同じなね、大きなキノコで星3を取るのと普通のキノコで星4を取るのではね、まあここまで報酬に差があるんで、大きなキノコで星3が狙えそうであれば大きなキノコをやるのではなくて普通のキノコをやる方が絶対にいいです。これに関してはスペシャルエキスが手に入るか入らないかでだいぶ変わってくるんで、まあここもねちょっと注意していただきたいなと思います。最後にね、大きなキノコで星4を取るとね、スイカやシャインマスカットみたいなレアなフルーツが2個もらえた上で、さらにねスペシャルエキスと大きな苗、こちらがねおまけでついてきます。これが最も豪華な報酬体系になってきます。まあ、もちろん難易度も最も難しく、大きなキノコでね星4を取るためにはキノコチャレンジの参加者の合計スコア、合計お仕事力が2800以上必要になってきます。このハードルがなかなか厳しくてですね、難易度が低いと言われている紫とかグレーのキノコでも3人はどうしても必要になってくるんですよ。だから大きなキノコで星4を狙うんだったら、まあ現実的なところでいくとやっぱりグレーとか紫になってくるのかなって気がします。とまあね、ここまでは今まで作成してきたキノコ関連の動画の総まとめになってくるんですけれども、ここからが本番でして、まあ皆さんもねすでにご存知の通りね、6月からキノコからねゲットできる報酬の仕様が変更されています。そう、皆さんがもう知っている通りね、エキスがランダムで手に入るというね例の仕様に変わってしまったんですよ。今ねこの動画撮ってるのは7月なんですけれども、7月現在ですとキノコからゲットできるエキスは普通のエキス、バラのエキス、アジサイのエキス、ユリのエキスの4つになってきます。この仕様に変わってからね、欲しいエキスを狙って出すのにはね少し考えながらねキノコをやらないとダメな仕様になってしまいまして、まあ、簡単に言いますと、どのエキスが欲しいかを考えながら壊すキノコを選ぶ必要が出てきました。今までは完全に振り返りの動画だったんですけど、ここから新しい情報を話していこうかなと思います。まずはねこの表を見ていただきたいんですけれども、まあ、この表何なのかというと、どのキノコを壊せば何色のエキスが手に入るかをまとめた表になってきます。赤やね青はまあ分かりやすいですよ。赤いキノコを倒せば赤いエキスが出るんだみたいな、非常に分かりやすいんですけれども、まあ、ここで注目していただきたいのは、ピンクを壊せば赤いエキス、紫を壊せば青いエキスみたいな形で、まあちょっとね暗記する必要があるキノコとエキスの関係性があるということですね。まあ、これに関しても暗記しても損はないんですね。リリースからこの情報って全く変わってないんですよ。もうずっとこのまま来てるんですよ。このどのキノコを倒せばどのエキスが出るかっていうのはもうずっとこれなんですよ。だからこの情報はまあ覚えておいて損はないかなと思います。そして次にね、ちょっとこれを見ていただきたいんですけど、これはね7月現在、キノコから入手できる花をまとめたものになってきます。まあ普通の花、バラ、アジサイ、ユリとなってくるんですけど、アジサイのね黄色エキスのところ、こちら×がついているのは、まあ、黄色いアジサイが存在しないからでありまして、で青いユリのところにも×があるのは同様でね、青いユリが存在しないからになってきます。そしてね先ほどの表を合体させるとこんな形になってきます。まあ、ただねこれは7月中にしか使えない表になってくるんで、またね8月に作らないといけなくなってくるんですけど、まあこんな感じの表が出来上がりました。この表はね何が言いたいかというと、どのキノコを叩いたらどの花のエキスがもらえるかについてまとめたものになってきます。例えばですけど、ここで注目していただきたいのは、ユリのエキスが欲しいんだったら青と紫のキノコを叩かない方がいいということになってきます。それはね、もう青いユリが存在しない以上ね、青いキノコを叩いてもここにあるね、まあ普通の花かバラかアジサイのどれかのエキスしか手に入らないんですよ。まあ、ユリのエキスは 100% 出ないんですよ。だからね、ここでちょっと難しくなってくるのは、今まではねただ単純に難易度が簡単だった紫のキノコ、これを叩きたいんだけど、今自分
ユリのエキスも欲しいんだよなって考えていた場合ですね。ユリのエキスが欲しいのに紫のキノコ叩いても意味がないじゃんって思ってしまったら、じゃあどのキノコ叩こうって、まあ、考えてしまう、まあ、こんな悩みが出てくるんでね、まあ、ゲームがこれまで以上にね奥深いものになってきたんじゃないかなって僕は思っています。そこでもう一個ねちょっと注目すべき点がありまして、この黄色いキノコ、こちらになってくるんですけど、まあ黄色いアジサイがない以上ね、黄色いキノコから普通のエキスかバラのエキスかユリのエキスのどれかが出るんですけども、これはね単純に普通のエキスとバラ、ユリ、アジサイの4択のガチャになってしまうね、赤やね白のエキスよりも3択である黄色いエキスの方が多少はねユリが出る確率がねやっぱ高くなるんじゃないかなって推定できるんですよ。まあ、4択と3択のガチャだったらかなりね確率にそこそこの差が出てくると思うんで、まあ断定はできないんですけど、つまりねユリのエキスを出したいんだったら黄色いキノコを叩くのが最も確率が高いんじゃないかなって思っています。ただねここも難しくて、いろんな方からのね報告にあるように、なぜかね普通のエキスばっかり出てくるね、これ何なんですかね、もう他のね花のエキスよりもね普通のエキスが出てくる確率が高く感じませんか。もうこればっかり本当に謎ですよね。ちゃんとした確率がわからない以上ね、ちょっと推測の域を出ないんですけど、まあ普通のエキスは他のねレアな花のエキスよりもまあ出やすくなってるんじゃないかなってやっぱ思ってしまいますよね。で最後にエキスの価値と最初に話したねキノコの難易度の話を合体させて、この話は終わりとさせていただこうかなと思います。まあこれはあくまで僕個人の意見なんですけど、個人的にね最も価値のあるエキスって白いエキスだと思ってまして、まあ、理由はね、白いエキスからできる白い花びらってどの色の花を咲かせることもできるんですよ。まあ、この表にある通り赤色にもできる、黄色にもできる、青にもできるといった形で、まあ、潰しの効く万能のエキスだと考えています。一方ね、赤いエキスとか青いエキスとか黄色いエキスってそれらを使って他の色の花を咲かせることがね結構難しいというか、まあほぼまあ過半数以上植えたらほぼ不可能になってくるんですよ。例えば赤いエキスを使っても白い花とかね青い花を咲かせることはまあ難しいというか、まあ、赤いエキスを過半数以上使って花を咲かせたらおそらくほぼ 100% ね赤い花が咲いてしまうんで、非常に赤いエキスとか青いエキスとか黄色いエキスは色変化があんまり望めないエキスとなってきてしまいますね。コミュニティでの時にねよく咲いている花が赤い花だらけになるのって、あれみんなが赤い花びら植えているからなんですよ。で合計で植えられた花びらがね赤いエキスだらけになってしまうんで、まあその結果ね赤い花がね他の色になることはそうそうないということが分かっていただけるのかなと思います。つまりね基本的にエキスの色を重視するのであれば、キノコチャレンジは白いエキスが出るキノコが狙うのがまあ個人的には良いかなと思います。まあ、白いエキスはね潰しが効くんでね、まあ、僕個人もなるべく白いエキスが出るキノコを叩きたいなといつも考えてますね。そしてね白いエキスがもらえるキノコの中でも難易度が簡単なグレーのキノコ、これが個人的に最も狙い目であると思ってます。まあ弱ピクミンがねそれだけ可愛いっていう話ですね今回は。またビッグフラワーに関しても白い花が実装されなかったパターンって実はほとんどなくて、あったのはねその梅とか梅みたいな赤単色の花の時ぐらいなんですよ。つまりね何も考えずに季節の花のエキスをゲットしたいんだったら、とりあえず白いエキスが出るキノコを叩いておけば良いんじゃないかなって僕は考えてます。まあこの表で言うとグレーとか茶色とか白とかになってきますかね。ただね先ほども触れたように白いエキスが出るキノコよりも黄色いエキスが出るキノコの方が現状ではユリが出る確率が高いと思われるんで、まあユリが欲しい方だったらどっちを壊すかはお好みでね判断すると良いんじゃないかなと思います。またね8月以降に実装される花に関してはまだわからないんでね、まあ、8月の花が黄色とか青とか赤のみの花だった場合はまたそれに関する動画を作る予定です。まあ長々と話したんですけど今回の話はこれで以上となります。まあ今まではねとりあえず高いクリアランクの出るキノコを叩けば OK だったんですけど、今後はね欲しいエキスのことを考えた上でどのキノコを壊すか、これをね考えると非常に良いかなと思います。少なくともね7月中であれば青いキノコとね紫のキノコからは、まあ、ユリのエキスは手に入らない、
まあ、これだけ覚えていただければなと思います。それではね、今回はこの辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。